しいデニムを購入しました。僕らがまとうもの、遠藤さんと古江さんがやってるやつだね、この2人と桜デニムっていうのかな、がコラボして作ったやつです。でその遠藤さんと古江さんとは以前、今年初めて、仕事をして、夏にリネンのセットアップみたいなのを作ったんですけど、それのモデルさせて以来ちょっと、まあ、僕のマイベーシック TV にも2人とも出てもらったりしてて、ちょっと最近進行があるんですが、まあ、彼らが新しく作ったということでちょっと買ってきました。あのね、ちょうど新しいデニムが欲しいなと思ってたから、だったらじゃあ2人が作ってるデニムならね、彼らめちゃめちゃおしゃれなんで間違いないだろうということで、購入したんですが、まあ本当にその通りで、こだわりを感じるあの太めの、デニムです。お値段もね、そんなにめちゃめちゃ高いわけじゃなくて、1万、税込みで1万6000ぐらいだったかな、だったと思います。うん、なので早速今日これを履いて1日ちょっと過ごしてみようかなと思います。お、いい感じ、ウエストちょうどいいわ。サイズは30インチ。車を買って4ヶ月ぐらい経つんですけど、まだ1回もこう車を洗ってなくてですね、ちょっと汚くなってきてるので、だいぶ年内のうちに綺麗にしときたいなと思って、近くのガソリンスタンドにちょっと手洗い洗車してくれるところがあるので、そこに行ってこようと思います。このサンルーフあるんだけど、この辺のガラスとか汚いよね。中から見てこんな感じだから、外から見るとね、すごいこう砂がかぶってるんだよね。泡洗車で、あ、じゃあ下の辺が結構汚れております。じゃあ、まあそれで、はい、洗車注文してきました。1時間ぐらいかかるって言ってたので、僕はその間に歯医者に行きます。ちょっと歯に違和感があって、この前行ってきたんだけど、虫歯はないって言われたんだけど、なんか噛み合わせの問題で痛くなってるかもしれないねっていう、ちょっとよくわからないことを言われたんですが、治療の続きで行ってきます。2回目の歯医者。じゃあ、どう、カメラでは動画を撮るんですか？動画です。YouTube ですね。YouTuber みたいなもんですね。歯医者部長終わってきました。今日はあの第2回目だったから、歯のクリーニング、歯をきれいにするみたいな回だったので、歯石とかいろいろ取ってもらって、歯が白くなりました。ちょうどね、僕の車も今頃汚れが取れてきれいになってるんじゃないかなと思います。歯も車も年内のうちにきれいにできてよかったです。お、めちゃめちゃきれいになってる。ホイールがめっちゃきれいになってる。ということで、ピカピカになりました車。気持ちいいですね。ただ値段が、ホイールの高圧洗浄とかもやったら5000円ぐらいになっちゃったんで、ちょっとこれからは自分でやろうかなと思います。洗車場とか行って、こんな高いとは思わんかったんで、まあ数ヶ月に1回とはいえちょっと考えないと。ヨドバシから注文したものが届きました。おなじみジョビーゴリラポット。これで8代目で、7代目から産経プロっていう、プロっていうのに変わって、素材がね、アルミニウムになったんですよ。それになったことにより強度が増して、結構長持ちするのかなと思ってたんだけど、これ1個前に使ってた7代目、ここから 3K プロのアルミニウムのやつなんだけど、とはいえね、ちょっと長持ちしたぐらいだね、以前のモデルと比べて。うん、まあ下の方は結構硬いんだけど、上の方のね、グラグラが結構激しくなってきていて、でこの前の Vlog にも上がったように、こう普通にこうやってカメラ乗してるとこバタンって倒れちゃったりすることが増えてきましたので、また買い替えましたけど、アルミニウムに素材が変わったとはいえ、ある程度使ったら買い替えなきゃいけないものなんだなということですね。全然開かない。で今回はこのウンダイナシの足だけのやつを買ったんで、
この7代目のこの雲台をこっちに移植します。ということで、このカッチカチの新しいゴリラポットでまた自撮っていこうと思います。ボルダリングジムのある曙橋にやってきました。僕ここ来るの2回目なんですけれども、前回初めて来た時もここで同じ事務所の影山くんと一緒にやりました。まあ、彼はすごい最近ハマってて、すごくうまいので今日も教えてもらいながらやります。お疲れ様です。先生よろしくお願いします。先週影山くんに誘われて初めてここでボルダリングを経験したんだけど、9級から初段3段まであって、影山くんは今3級、俺は9、8、7、7級をチャレンジして全部できなかったけど、ちょっと何個ができた7が、だから今日は以前できなかった7級と6級をやりたい。影山くんはここ紫3級、これはここ、これは触っていいところが決まってて、そこしかこう掴んだり、踏んだり して登ることができない。今影山くんは3級紫のテープがあるところを登ってて、これが難しいと。3級なんで僕はもうほど遠いほど遠い。この前超えれなかったのを今日は超えたい。7級。じゃあ前回超えれなかった7級の壁を超えれたんで、次は6級。6級は影山くん余裕なんで、ちょっと手本を見せてもらいましょう。すごい、順番で相当変わるわけね。だいぶ変わります。お、来た。右足は小さいので上がって、左足はその小さいので6クリア1個だけ。2回目のボルダリングだったんですけど、まだまだ自分の登ってる姿の映像を見るとなんか初心者感がすごいんですけど、こう一人でねできるスポーツだからいいですよね。もうちょっと上手くなったら一人でもこう空いた時間に来たりして、こうレベルアップできるのがやりがいがあるし、ハマりたいなと、ハマれたらいいなと。でも今日はもう手が痛いんで、嫌いにならない程度にやめときます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったです。2回目目標クリアできたし、今日は充実でした。また絶対します先生。3回目ぜひ。影山くんは今週あの外の岩デビューします。初めて行くらしいです。怪我のないように楽しんできてください。